映画館で予告を見てるとノーモア映画泥棒っていう動画が流れますよね。見たことあるある。あれどうやって作ってるんだろうっていろいろ考えて4コマ漫画を昔描いたんだけど、ほんとどうやって手袋してタブレットの画面動かしてるの？ふとしたことからその秘密が解明いたしました。マジっすか。200円で安かったから UV 対策のドライビンググローブを買ってみたんですよね。そう、その方も大事よね、そういうところ。どうでしょう。すると普通にタブレットの画面が動くじゃないですか。どういう意味なんですか。多分手袋が薄くて静電気かなんかが画面に伝わってると。つまりノーモア映画泥棒の撮影時は何の苦労もしてなかったと。そうだったかもしれません。大変お騒がせいたしました。エグザクトリー。